疲れ様です。いや、食品の物価が上がって食べていくのも大変ですよね。そういう時に私たちの強い味方になっていただけるのが、実はね、個人スーパーなんですよ。チェーン店ではないです。そこそこちっちゃくって、それでもね、極貧スーパーじゃないところね。そのバランスのいいスーパーが実はね、岡山県の里庄のあたりに結構あるんですよね。今回その中で紹介したいのが、あの二軒屋さんっていうところなんですよね。この二軒屋さんっていうところもね、すごく大きなスーパーなんですけども、でもね、惣菜がものすごく魅力的で安いと。で、今回行ってきましたけども、普段はね、森原さんっていうところに行ってるんですよ。この森原さんもすごくいい。で、私のところから行くとちょっとね、遠いんですけども、遠いんだけども、でもそれでもね、行きたくなっちゃうんですよ。そうなると、行って帰って交通費と時間取って考えたら、近所のスーパーで割高なものを買った方が割安なんじゃないかなっていうようなパラドックスにも入るんですけども、でもね、今回紹介するのが、これ、エビ巻き。でかいでしょ?ダーン、210円ですよ。どうですか、これ。ここまでしっかりとした。しかもね、これお米がむちゃくちゃ美味しいんですよ。いや、すごい気に入りましたね。この他にも、他の巻き物とかあるんですよ。例えばね、ネギトロ巻きとか、ネギトロ巻きも美味しいんですけども、今回このエビ巻き私非常に気に入ってしまいました。そしてもう一つ、今回初めて買ったのがサラダ巻き210円。これもすごくいいんですよ、うん、いや、まだ食べてないのに何がいいんじゃって話ですけどね。いいに違いない。まずね、お米が美味しいんですよ。しっかり詰まってる。それでいて硬くないんです。ふわふわなんですよね。だと今回買ってきてないですけども、あの森原さんのね、おにぎり、これもすごくいいですよ。120円ぐらいのやつで、もうなんかすごいぎっちり詰まっててね、もう1個でお腹いっぱいですよ。しかもお米が美味しい、海苔が美味しい、具が美味しい。いや、もうね、すごい。森原さんにしても二軒屋さんにしてもすごい。ぜひね、利用していただきたいかなと思っております。それでは、はい、それではね、エビ巻きの方カットしてきました。こんな感じで、ね、中身が詰まってます。いただきます。うん、レタスのシャキシャキとエビのカリッとしたところでね、絶妙のハーモニーで、マヨネーズも入っててむちゃくちゃ美味しい。うんうん、やっぱり二軒屋さんも森原さんもいいですね。うん、うん、はい。それでは次がサラダ巻きです。これね、カニ風味サラダと卵焼きときゅうり、レタス、こんな感じです。いただきます。あ、やっぱりね、おいしい。うん、うん、210円、210円の合計420円で、きっとお腹いっぱいで余りますよね。こんなにね、美味しくってね、いい商品ってのはなかなかないですね。ディオやラムでもここまでの味とクオリティと価格は出せないんじゃないかな。うん、まあ岡山でね、すごく優秀なスーパーさんが多いんじゃないかなと思っております。元スーパーの従業員が食べてみました。じゃあ